を開始します。はい、市長、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私からはまず国際イノベーション会議ハック大阪2024の参加者の募集についてお知らせをいたします。大阪市は11月26日に開催します国際イノベーション会議ハック大阪2024リンクイノベーション to our future の参加者を本日9月5日より募集を開始いたします。ハック大阪は関西最大級のイノベーションの祭典で、海外のトレンドや世界最先端の技術を共有するとともに、大阪イノベーションハブが支援するスタートアップを世界へ発信します。スタートアップが有する技術は来年の大阪・関西万博で数多く披露されますが、今回のハック大阪は万博への機運醸成の一環として、昨年よりも会場を拡大し、国内海外の有名な起業家によるトークセッションの回数やスタートアップの商品サービス展示会への出展数を大幅に増やして実施をいたします。またグローバル展開を視野に活動する国内スタートアップ6社による国際的ピッチコンテストゲットインザリングの日本予選を開催いたします。参加は無料です。11月26日の会議当日までにハック大阪のホームページからお申し込みください。当日は国内外から起業家や投資家、大企業、学生、自治体などのさまざまなスタートアップエコシステムのプレイヤーが大阪に集結をいたします。ぜひ全国の投資家やオープンイノベーションにご関心のある企業さん、学生で起業に関心のある方や若い方々にお越しいただきたいと思います。これからも世界で活躍するスタートアップを生み出して、海外とのネットワークを広げていくことで世界から注目される都市を目指してまいります。続きまして、大阪メトロ。それでは3社の毎日新聞さん、お願いいたします。毎日新聞の長沼と申します。はい、発表項目から国際イノベーション会議についてお聞きします。はい、まずこの会議で市長が特に注目している技術アイデアを教えてください。今年のハック大阪には来年の万博大阪ヘルスケアパビリオンで出展を予定しているスタートアップもいくつか参加する予定です。その中で例えばメタンガスや二酸化炭素排出の元となるもみ殻などの農業廃棄物を独自製法によりまして高純度のシリカやカーボン原料に変える技術を有するスタートアップなどがありまして、非常に興味深く感じております。また今回の会議で行われるコンテンツのうち、医療やヘルスケア分野専門の支援機関であるメドテックアクチュエーター、バズパーマーさんもこの市役所来ていただきましたし、僕もメルボルンに伺った際にはご挨拶もしました。このメドテックアクチュエーターの役員と支援を受けてユニコーン企業となったスタートアップによるトークセッションなど興味深いプログラムを予定されておりまして、ぜひお勧めしたいと思います。次に6日には、